よろしくお願いします。福岡サーフクラ南でドラムのレッスンしております、大竹と言います。よろしくお願いします。遠方にお住まいの方も、LINE のビデオ通話でのオンラインレッスン、そして動画のやり取りで、メソッドを受講していく限定公開動画レッスンというのがありますので、遠方にお住まいの方も、福岡にお住まいの方も、佐賀にお住まいの方も、下記概要欄やぜひホームページかお問い合わせください。というわけで、アップダウン奏法の内容であるんですが、アップダウン奏法以上に大事な、やつを最初やろうと思います。今回シャッフルのアップダウン奏法をするときにも大事だし、それ以外のタイミングのコントロールとかグルーブのコントロールにもきっと大事だと思われる内容をやります。まずなんちゃらビートっていう名前がリズムにあるんですよ。リズム、各リズムにいろんな名前がついてるんですけど、まずなんちゃらビートっていう名前について説明したいんですが、基本的にクラシックの世界では 1,2,3,4 全部の表拍はダウンビートというらしいんですけど、僕たちポピュラーミュージック の、 やってる人たちの場合は1拍目と3拍目をダウンビート、2拍目と4拍目をバックビートっていうことが多いですね。2拍目4拍目バックビート、つまりスネアが入ってこの部分がバックビートになります。で、全部をダウンビートと捉えるよりも、1拍目3拍目と2拍目4拍目は違うものって解釈していた方が、ノリも出しやすいし、叩いてても気持ちいいと思いますので、ぜひその解釈で言っていただきたいと。でこの時点で1、3拍目ダウンなのに2、4拍目アップやないんかいって思う人多いと思うんですけども、アップビートというのは裏拍のことになるんですね。で裏拍っていうのはリズムの基準値によって、というより音楽によって変わりますね。いわゆるグルーブによって変わる感じなんですよね。日本語英語なら重々承知ですが、その言葉を使うと8ビートですね。8ビートは8分音符のノリの曲ですよってことになります。8ビートの曲は8分音符のノリの曲ですよと。その場合は1 and 2 and で8分音符の裏がアップビートということになります。で、3連符が基調の音楽、ロッカバラードであるとか、シャッフルとかですね、今回言おうとしてとかの場合はちょっと遠いかな、ここに書いてますが、ワンティッタ、3連符の3つ目がアップビートということになります。ワンティ、真ん中の音もアップビート、裏拍っちゃ裏拍なんですけども、ここが弱拍で、真ん中の音は弱弱拍って感じで最も弱く感じるところなんですね。基本的にシャッフルやロッカバラードの場合はワンがダウンビートで、タの部分、ワンティタの部分がアップビートと捉えます。で次の16分音符の場合はちょっとテカって見づらいかな、ちょっとこうやってアップしてみてください。16分音符の場合は1と円両方とも強迫と感じるようなノリマヨセ、ズクズクタクズクズクズクタクっていうような16分音符の刻み方の場合は1も円も強く感じて、E とだがアップビート裏拍ってなんですが、今回は1のとこだけ強く感じて、このだの部分がアップビートというか、ズッズカ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 、そういうノリのイメージでだのところがアップビートします。というわけで、1番のところは1、2、3、4裏がないように演奏します。どんなストローク使ったらいいかというとフルストロークですね。生徒の皆さんはチョップ型フルストロークって思ってください。で次の2個目は1、円、2、円、円の部分がアップビートになります。円のところで1、円、2、円、上げるようにしてください。上げるタイミングを整えます。最初のところは1、2、3、4、上げるタイミングはないです。吸ったらすぐ上がるから。次は1、円、2、円、3、円、4、円、8分裏で上げてください。その次のところはここですけど、1、ティッタ、ティッタ、スッティッタ、タの音で上げるようにします。でその次ここは1 E and だ1 E and だ2 E and だ3 E and だ4 E and だという上げ方にします。で、全部音符上はツッ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 、ただのハイハットの四分音符ですよね。なんですけど上げるタイミングを変わるとちょっと違ったニュアンス、違ったノリに聞こえてくるんですよね。結構これ大事な内容で、コンビネーションの練習をするときもそうだし、何かのテクニックをするとき、もちろんルーディメント全般もそうだし、みんな気にするグルーブ問題にもかなり関係してくることになってます。ちょっとやってみると、まず最初のストロークの使い分けとしては、まずこの1小節目はフルストロークですね。フルストロークというのは基本的に裏を感じない状態で叩きますよね。
1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4。でここの時は、生徒の皆さんチョップ型ダウンストロークという感じでまっすぐ落としてまっすぐ上げましょう。手首でクイッて上げると1、2、3、4、1、2、3、4、腕全体で上げれるとよりいいかなというふうに思います。ちょっと話そうかな、もうちょい。あんま話すとねゴミが見えるんだよね。1、2、3、4、1の位置上げます。で3連符の最後ワンティッタツッティッタスッティッタツッティッタで16分の最後ワンティッタツッティッタスッティッタツッティッタ。今の上げ方の場合はここですね、チップのスティックの先端チップの方が上がる瞬間が裏拍にきっちり合うようにアップビートに合うように上げます。どんな感じになるかというのをちょっとやってみると、1小節目やったらこうなりますね。1、2、3、4。2小節目だったら1、2、3、4。で3小節目だったら1、2、3、4。4小節目だったら1、2、3、4というタイミングになります。つなげます。ちなみに今テンポは65やってます。言いやすい速さっていう感じで65が良いかなと思いますね。でこれでまずちょっと練習してもらった今の上げ方はチップ側から上がってくるイメージですよね。これもぜひやってほしいですよ。特に左手は今右でやってしまって左手でもやってほしい。ちょっと左手バージョンをやっておく。一周だけいきます。感じでやってもらったら、次は、ここは変わらないですね。フルストローク相変わらずポーン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 と裏がないイメージやります。で、これでもいいです。スナップアップフルっていう感じでもいいと思いますが、とにかく裏がないようにしてくださいっていうノリの曲もあるので、1、2、3、4、ガン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 っていうノリのイメージやります。次は1、N、2、N の裏で上げるんですが、今さっきの上げ方はチップ側からこう上がってましたね。こういう風に。ここが上がる瞬間、1、N、1、N で捉えてたんですけど、次はこっち側で感じます。1、N。グリップエンドが上がる瞬間に、1、N、2、N、3、N、4、N。ここが行く瞬間が N ですね。生徒の皆さんはウィップモーションダウンもしくはシンキングダウンです。1。N2N3N4N でワンティッタの瞬間にできますね。ワンティッタツティッタスティッタフォティッタで、こうやったらワンイエッタツイエッタスイエッタフォイエッタで、このグリップエンド側から上がっていく、そして上がっていくストロークの場合は、上げるっていう意識、さっきの打ち上げると上げるっていう意識があったと思うんですよね。というよりは脱力するって感じで、ふっと力を抜きます。力を抜いて上に釣られていくように、ワン、エン、ワン、エン、ふわーっと釣られていくようなイメージで上げるように心がけましょう。で、ここで勘のいい方もある程度気づいているかもしれないけど、ひとまずこれでやってみようやっていますけど、右手でやってみると、ワン、ツー、スリー、フォー、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ワン、きた。で左でいきます。上げ方が変わった感じですね。両方ともぜひ上げ方練習してほしいんですけども、
この後半の上げ方が特に難しいと思うんですね。そして力を抜きながら上げましょうみたいなのが難しいと思うんですが、このアップダウン走法の動画はシリーズ化してるんですよ。2020年版アップダウン走法、ちょっと名前忘れちゃうけど、アップダウン走法攻略シリーズかなんかっていう名前で上げてるんですけど、ぜひ1回目から見てください。で、1回目からいろんな体の使い方のエクササイズも入ってます。それをやってると、この脱力して裏で上げる、この上げ方がだんだん分かってくるようになってくると思います。ちょっとおかしかったな、日本語が。で、この動きも見てみたらなんとなく分かるように、アップダウン走法な感じするの分かりますね。今当ててないアップダウン走法みたいな動きになってるんですね。当てたらもうそのままアップダウン走法になります。このエクササイズ何が言いたいかっていうと、アップダウン走法、このツンツ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 シャッフルはちょっと珍しいかもしれないですけど、8分音符のアップダウン走法とかシャッフルのアップダウン走法は、この上げるタイミングのところが当たっちゃったりなっているってイメージ結構大事だと思うんですね。ワンティッタ、トゥッティッタ、スッティッタ、フォッティッタ、当てなければトゥッティッタ、スッティッタ、フォッティッタ、当てればこういう感じになります。で、この上げるところを意識する練習をして、上げるところもきっちり正確に取れる、打つところじゃなくて上げるところも正確に取れるようになったっていう人が、ぜひアップダウン走法をトライしてほしいですね。特にシャッフルのアップダウン走法の場合は、跳ねとんのや跳ねとらんのや、ようわからんところに左、アップのタイミングが入っちゃうことよくあるんですね。ズチズチズチ、これ何そのタイミングみたいなことになって、ズッ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 グのタイミングにならないと。で、そういう人はこのアップダウン走法の動きの前に、まず上げるタイミングがおかしい可能性がありますよね。シングルストロークの上げるタイミングを整えるっていう練習からぜひやってみた方がいいかと思います。で、実際今回やるフレーズに移るんですが、ぜひこのエクササイズ移しておかれると良いかなと思います。ちなみにハーフタイムシャッフルのノリをつかむために、これにプラス6連符の上げるタイミングをワティタエティタクティタエティタシティタエティタコティタエティタワっていうのもぜひやってみてください。ちょっと今日はやりません。で、今回やるパターンは先ほどから何度も言ってるんですが、シャッフルのパターンですね。シャッフルの右手の基本になるよということで、まず練習してほしいのは、これなんですよね。ドン、ダン、ドン、ダンのパターンになります。ドンダンドンダンなんですけども、これの裏をワンエンツーエンとか裏がないよりワンツースリーフォーって感じじゃなくて、ドンダンドンダンワンティタツティタスティタフォーティタ、上げるタイミングはあくまで3連のアップビート、ワンティタツティタスティタフォーティタワンティタツティタスティタフォーティタ、これできっちり上げるタイミングを守れたならば、その次にシャッフルに行ってくださいという順序が良いかと思います。これを繰り返しますという感じですね。ドッツタッツドッツタッツをやります。はい、というわけで手の動きを実際にやっていきます。はい、まずは最初に書いたこのドンタンドンタンじゃダメっていうことですね。ドンタンドン、一番、最初のさっきやった上げ方の練習の1小節目に書いた上げ方で叩くなら、ドンタン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 ですね。8分音符ら、もしくはでも今回3連符なんで、で、それをこっち上げして、にして最後シャッフルします。当てるタイミングをさっきは当てなかったの、当てていいです。
今回動きのコツは説明してないですけども、しつこいですが、これシリーズ化しているので動きのコツはもう前にやってますね。あれの応用バージョンになります。毎回全部説明してるとすげえ長くなっちゃうので、今回飛ばしますので、ぜひそこから見てください。もうそこから見てるよという方はもう今回の内容からでいいと思います。アップダウン奏法さえ非常に大事な上げるタイミングですね。で、例えば左手のバックビート、やっぱりこれすごく大事で、この一発でいろいろ決まってくると思うんですけども、ノリとかですね、あの人かっこいいな、あの人かっこ悪いなっていうのはこの一発で決まってくると思うんですが、おすすめの練習でこのバックビートを入れる前にゴーストモーション、あ、ゴーストノートっていうのを入れるんですけど、例えばこれは1、2、3、4、5、8ブラで入れたら8ブラのようなバックビートになるし、3連ブラで入れたら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、スマホが音量補正をするんですよね、謎に。もうちょっと直ったかな。今3連の裏で上げるんですよね。で、16のノリのバックビートを打ちたいのは16の裏で意識してあげる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、
変える練習とかっていうのも非常にノリに影響が大きく出ます。これ、専門学校時代に師匠に習ったんですけど、このシャッフルのアップダウン奏法の前練習としてもとても有効なんですよね。本当に、アップダウン奏法っていうのは上げるところが重要なんですけど、その上げるところをもう一個はいかに意識を抜けるかっていうのも重要になってくるんですよね。意識しなきゃいけないし、意識してもいけないととっても難しい感覚なんですが、その感覚を養うために日頃から上げるタイミングを意識して練習しておくんですね。さっきのような練習をして上げるタイミングをすごく意識するっていうのが当たり前の人間になっているか、当たり前のドラマになっていくと、アップダウン奏法とかその他もろもろのコンビネーションとかもですね、すごく綺麗になってくるんですよね。大体の手足のコンビネーションとかうまくいかない理由はですね、足の上げるタイミングが変になってしまっていたりとか、手の上げるタイミングが変になってしまっています。みんな落ちるとこを意識するんですけど、意外と上げるとこを意識しないんですよね。で、8分音符を叩いてても16分音符のノリが出せる人もいれば、何を叩いても8分音符に聞こえる人もいます。8ビートに聞こえちゃう人もいますよね。でその差っていうのはどのぐらい音の長さを感じているか、音波を8分音符で感じているか16分音符で感じているかというのもとっても重要な問題なんですけど、もう一個はやっぱ上げるタイミングなんですよね。上げるタイミングはどこで取っているかで、音の長さの感じ方が変われば、おのずと上げるタイミングも変わってくるんですよね。お互いがお互い影響し合っていると思います。というわけで、今回の練習をすることによって、音の長さの感じ方も変わると思いますし、コンビネーションとかにもいい影響が出ます。シャッフルを叩くための練習ではあったんですけども、それ以外の音形の方がでかいかなと思います。はい。というわけで、今回は一応アップダウン奏法シリーズですが、アップダウン奏法以外のコツが多かったかなと思いますけども、ひとまずシャッフルのアップダウンバージョン、もう一回最後伺ってます。